ティモシー・ル・デュークは、アメリカ合衆国出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、アシュリー・ケイン、ディー・ディレンなど、2018年4大陸選手権銀メダリスト、2019年全米選手権優勝、ゲイであることを公にしている。12歳という競技スケーターとしては、遅い年齢でスケートを始め、その2年後から、プライベートレッスンを受け始めた。 2008年全米選手権では男子シングルのノービスクラスで7位に入った。ペア転向後、ローレン・ギフォードとのペアで2010年全米選手権ノービスクラスで10位。キャシー・アンドリューズとのペアで2011年全米選手権ジュニアクラスで銅メダルを獲得し、2011年世界ジュニア選手権にも出場した。2012年6月に D.D. レントのペア結成を発表した。2013から2014シーズン後ペアを解散。燃え尽き症候群とトレーニング費用の不足を理由に、競技から離れ、妹と一緒に、クルーズ船のアイスショーに参加した。2016年には、契約が満了し、競技への復帰を決意した。2016年5月、アシュリー・ケインと組み、競技会へ復帰することを発表した。 2016から2017シーズン、ゴールデンスピンで、銅メダルを獲得。全米選手権では、銅メダルを獲得し、4大陸選手権では9位に入った。2017から2018シーズン、グランプリシリーズに参戦し中国杯で6位。全米選手権では4位で2年連続で、表彰台に立った。4大陸選手権では2位となり、ISU チャンピオンシップスで、 初メダルを獲得した。2018から2019シーズン、グランプリシリーズ初戦のスケートアメリカで、銅メダルを獲得した。ゴールデンスピンでは、FS のリフトで、ケインが頭から落下するミスがあった。演技中断をすることなく滑り切るも、ケインは落下の影響で、脳震盪を起こした。全米選手権では、初優勝を果たし、1枠しかない世界選手権の、 代表に選出された。同大会では9位となり、アメリカペアの出場枠を2枠に戻した。ありがとうございます。